1、帝国政府派、アメリカ合衆国政府との間に友好的了解を遂げ、両国政府共同の努力により、太平洋地域における平和を確保し、もって世界平和の将来に貢献せんとする真摯なる希望に触され、本年4月以来合衆国政府との間に、両国国交の調整増進並びに太平洋地域の安定に関し、誠意を傾倒して交渉を継続しがいに至るところ、過去8月にわたる交渉を通し、合衆国政府のコジセル主張並びに、この間合衆国旧英帝国の帝国に対し取れる措置につき、ここに率直に機の初心を合衆国政府に改陳するの公営を有す。東亜の安定を確保し、世界の平和に寄与し、もって万法をして各そのところをエシメントする派帝国不動の国勢なり、先に中華民国派帝国の信用を解せず、不幸にして品事変の発生を見るに至りれるも、帝国派平和国服の法と行するとともに、戦火の拡大を防止せんかため、終始最善の努力をいたしこれり各年9月、帝国家独位両国との間に三国条約を締結したるも、また右目的を達成せんかために他ならす。しかるに、合衆国及び英帝国派あらゆる手段を尽くし、重慶政権を援助して、日支全面和平の成立を妨害し、東亜の安定に対する帝国の建設的努力を攻勢せるのみならす、あるいは乱領インドを牽制し、あるいは仏領インドシナを脅威し、帝国とこれら諸地域とか相携えて共栄の理想を実現せんとする気とを阻害せり、ことに帝国か仏国との間に締結したる議定書に、元木仏領インドシナ共同防衛の措置を行するや合衆国政府旧英国政府派の、おいて自国領域に対する脅威なりと極海シワラン国をも誘え必死産凍結令を実施して帝国との経済断交を勘定指名化に敵対的態度を示せ。すとともに帝国に対する軍備を増強し帝国包囲の体制を整備して帝国の存立を期待ならしむる過剰期情勢を誘致するに至りれり右に関わらす帝国総理大臣派本年8月事態の急速収集のため合衆国大統領と会見し両国間に存在する太平洋全般にわたる重要問題を討議検討せんことを定義せりしか。ルニ合衆国政府派右申し入れに主義上、賛同は後を経さらこれか実行派両国間重要問題に席し意見一致を見たりごとすへしと主張して譲るらす。3。よって帝国政府は9月25日、従来の合衆国政府の主張をも十分考え。両の上米国案を基礎とし、これに帝国政府の主張を取り入れたる一案を提示し、論議を重ねたるか双方の見解派容易に一致せさりし思って、現内閣によって派従来交渉の主要難点たりし、諸問題につき帝国政府の主張をさらに緩和したる修正案を提示し、交渉の妥結に努めたるも、合衆国政府派終始当初の原案を固執し、協調的態度に出てす、交渉配前重体せり、ここによって11月20日に至り、離帝国政府派両国国交の破綻を回避するため、最善の努力を尽くす趣旨をもって、数要かつ緊急の問題につき、公正なる妥結をずるため、前期提案を簡単化し、1、両国政府によって仏印以外の南東アジア及び、南太平洋地域に武力進出を行わざる旨を確約すること、2、両国政府によって乱領においてその必要とする物資の獲得か保障せられるよう相互に協力すること、3、両国政府派相互に、通商関係を資産凍結前の状態に復帰すること、合衆国政府派所要の石油の対日供給を約すること。4、合衆国政府派に資料国の和平関する努力に支障を預かフルカジョキ行動に出て去ること。5、帝国政府派に資管和平成立するか、また派太平洋地域における公正なる平和確立する上は、現に仏領インドシナに派遣せられきょる日本軍隊を撤退すべくまた、本領海成立せは現に南部仏領インドシナに駐屯中の日本軍これを、北部仏領インドシナに移駐するのようやることと同いようとする。新提案を提示し同時に品問題に付けて派合衆国大統領加先に連名したる通り、日支官和平の紹介者とためるに意義なきも、日支直接交渉開始の上派合衆国において、日支和平を妨害せさる旨を約せんことを、求めめたるか合衆国政府派に新提案を受諾するをエスと試せるのみな。ラス、炎症行為を継続する意思を表明し、次てさらに前期の言明に関わらず、大統領のいわゆる日支官和平の紹介を行うの時期なお、熟せすとてもを撤回し、ついに11月26日に至り、利変に合衆国政府か従来固執せる原則を強要するの態度をもって、帝国政府の主張を無視せる提案を試すに至り至るか、右派帝国政府の際もいかんとするところなり。4、そもそも本件交渉開始以来、帝国政府派終始戦が公正かつ権力なる態度をもって鋭意妥結に努むめしばしば、難期を忍びてのオフ限りの情報を鑑定したるか、交渉上重要事項たりし品問題に関しても、協調的態度を示せし、合衆国政府の提唱せる国際通商上の無差別待遇原則遵守については、本原則の世界各国に行派れんことを希望し、かつこの実現に順応して、これしなおもがんむ太平洋地域に適用するよい努力すべき旨を表明し、なおし、他における第三国の公正なる経済活動は何ら、
これを排除する者にあらさることをも鮮明せるか、さらに仏教インドシナ寄りの鉄平に付けても、情勢緩和に資する固め前述の極南部仏教インドシナ寄りの即時鉄平を進んで定義すると、極力妥協の精神を発揮せる派、合衆国政府の主君に了解するところなりと信す。しかるに、合衆国政府発言に理論に肯定し、現実を無視し、この関わ懐する非実際的原則を固執して、何ら情報せすいたずらに交渉を宣言せしめたる派、帝国政府の了解に組むところなるか、特に先書店に付けて派、合衆国政府の注意を喚起せざるを得ず。1、合衆国政府派世界平和のためなりと称して自己に好都合なる諸原則を主張し、これか採択を帝国政府にせり入れるところ世界の平和派現実に。立脚しかつ相手国の立場に理解実し、相互に受諾し、壁法等を発見することにより手のみ、具現しとくるものにして現実を無視し、一国の独善的主張を相手国に強要するかごとき態度派、交渉の成立を促進するゆえんのものにあらす。今般、合衆国政府化日米協定の基礎として定義せる諸原則ついて派、右の中に派帝国政府として趣旨において賛同に言わならさるものあるも、合衆国政府化直にこでか採択を要望する派、世界の現状に鑑み、架空の理念に駆られるものと云ふの概なし。なお、日、米、英、士、蘇、蘭、第七国間に多弁的不可侵条約を締結するの案のごときも、いたずらに集団的平和機構の旧構想を負の結果、東亜の実情と有利せるものと運負の概なし。2、合衆国政府今時の提案中に、両国政府か第三国と締結しいるいかなる協定も、本取り決めの根本目的たる、太平洋全域の平和確保に矛盾するか直解釈せられさることにつき合意す、とある派すなわち合衆国か欧州戦争参入の場合における、帝国の三国条約上の義務履行を牽制せんとする意図をもって、提案せるものとしたためメラルルをもって、右派帝国政府の受諾し得さるところなり、由来、合衆国政府派この事故の主張取り面と二元枠せられ、自ら戦争拡大を起としつつありと言派さるを得ず、合衆国政府派一方太平洋地域の安定を策し、自国の背後を安固と試しつつ、他方英帝国を助け欧州進出諸建設に邁進する、独位両国に対し、自衛権の名の下に進むんて攻撃を可変とするものなるか、右派太平洋地域に兵。和的手段により、安定の基礎を突き貫とする、幾多の原則的主張と全然矛盾配置するものなり。3. 合衆国政府派この誇示する主張において武力による国際関係処理を排撃しつつ、一方英帝国等と共に経済力による圧迫を加えつつあるところし、かかる圧迫派場合によりて派、武力圧迫以上の非人道的行為にして、国際関係処理の手段として排撃せられる壁なり。4. 合衆国政府の意図派英帝国この他の諸国を誘引し、シナこの他東亜の諸地域に対し、この従来保持せる支配的地位を維持強化せんとするものと見るの他なきところ、東亜諸国か過去100猶予年にわたるり、英米の帝国主義的搾取政策のもとに、現状維持をあながちられ両国繁栄の犠牲たるに、アマンセサルを得さり史歴史的事実に。鑑み、右派断法をして各このところをエシメントする、帝国の根本国策と全然配置するものにして、帝国政府の断して容認するあたわざるところなり。合衆国政府今時提案中仏教インドシナに関する規定派、まさに右態度の適齢と称すへく、仏教インドシナに関し、仏国を除き日、米、英、蘭、士、対、六国間に同地域の領土主権の尊重並びに、貿易級通商の均等待遇を約束せんとする派、同地域を六国政府の共同保障のもとにたたしめんとするものにして、仏国の立場を全然無視せる点はしばらく奥も、東亜の事態を紛糾に知るべきたる最大原因の一つたる、旧国条約類似の体制を新たに仏教インドシナに拡張せんとするものと関る壁物にして、帝国政府として容認しとくさるところなり。5. 合衆国政府化しな問題に関し、帝国に要望せる諸派ある派全面撤兵の要求等に非ある派通商無差別原則の無条件適用といい、いずれもしなの現実を無視し、東亜の安定勢力たる帝国の地位を含滅せんとするものなるところ、合衆国政府化今時提案において、重慶政権を除き食いかなる政権をも軍事的政治まとかつ経済的に支持せさることを要求し、南京政府を否認しさらんとする態度に出てたる派、交渉の基礎を根底より覆すものというへく、右派前期延焼行為停止の拒否と、ともに合衆国政府化日使館に平常状態の復帰を呼び、東亜平和の回復を阻害するの意思あることを実証するものなり。5. 要これ今時、合衆国政府の提案中に派通商条約締結、資産凍結令の相互解除、エンドル為替安定等の通商問題ないし、シナにおける治外法建設。はい、等本質的に不可ならさる条項なきにあらさるも、他方4年猶予にわたるシナ事変の犠牲を無視し、帝国の生存を脅威し、権威を冒涜するものあり、従って全体的に見て、帝国政府として派交渉の基礎として、到底これを受諾する終えさるをいかんとす。6。なお、
帝国政府派交渉の急速成立を希望する見地より、日米交渉妥結の際、派英帝国この他の関係国との間にも、同時調印方を定義し、合衆国政府も大体これに同意を表示せる次第あるところ。合衆国政府派英。5、乱。重慶としばしば協議せる結果、特に品問題に関しては、重慶側の意見に迎合し、前期諸提案を試せるものとしたためめられ、右諸国派なんでも、合衆国と同志帝国の立場を無視せんとするものと断せざるを得ず。7、思うに合衆国政府の意図派、英帝国この他と恋声作動して同網を。ケル帝国の新秩序建設による平和確立の努力を妨害せんとするのみならず、日支両国を将戦い始め、もって英米乗り焼きを親を御せんとするものなることは、今時交渉を通し、明瞭とためりたるところなり、学して日米国交を調整し、合衆国政府と相携えて、太平洋の平和を維持確立せんとする、帝国政府の希望発意に失われたり、よって、帝国政府はここに合衆国政府の態度に鑑み、今後交渉を継続するも妥結に達するを得ずと認めるのほかなき旨を、合衆国政府に通告するをいかんとするものなり。帝国政府は、米国政府との間で行ってきた交渉において、米国政府の誇示する主張やこの間米英両国が帝国に取った措置について、率直に米国政府に開陳する。世界の平和は帝国不動の国家であるが、中国は帝国の真意を介せず不幸にして品事変が発生した。帝国は平和克服に励み、戦火拡大阻止に努めてきた。昨年締結した三国同盟も、この目的のためである。しかるに、米英両国は中国を援助し、日中全面和平の成立を妨害した。仏領インドシナ共同防衛の措置を講じるや米英は、自国領域に対する脅威と曲解し、資産凍結を行い、明らかに敵対態度を示すとともに、帝国に対する軍備も増強し、帝国包囲の体制を整え、帝国存立を危惧させる状況を誘致するに至った。それにもかかわらず、帝国総理大臣は、事態の急速収拾のため、米国大統領との首脳会談を提案したが、米国は、首脳会議の開催は、両国間の重要問題で意見が一致した後とするべきと主張した。帝国はさらに譲歩したが、米国は終始当初主張を固執し、交渉は停滞した。11月20日に至り、帝国は、米国が資産凍結を解除すれば、帝国は南部仏印から撤退すると提案した。同時に、帝国は、米国が日中直接交渉の妨げにならないように確約を求めたが、米国は応じないばかりか、中国支援継続の意思を表明した。11月26日に至り、米国は、帝国の主張を無視する提案をするに至ったのは、誠に遺憾である。この間、帝国は、公正、権力なる態度で、極力、妥協の精神を発揮したのは、米国政府も了解することと信ずる。米国政府は、何も譲歩もしなかった。特に、次の点について注意喚起する。1、現実を無視した独善的な主張を相手に強要するような態度は、交渉成立を促進するものではない。2、米国政府は、帝国の三国同盟の義務履行を牽制する意図を提案しており、帝国は受諾できない。今般、米国政府が提案した諸原則の中には、帝国として趣旨に賛同できるものもあるが、米国政府が、直ちに採択を要望するのは、世界の現状に鑑み、架空の理念に駆られているものというほかない。米国は、自己の主張と理念に幻惑され、自ら戦争拡大を企図しつつありと言わざるを得ない。3、米国政府が英国等と共に行っている経済力による圧迫は、場合により、武力圧迫以上の非人道行為にして、国際関係処理の手段として排撃されるべきものである。4、米国は、英国と共に従来保持せる支配的地位を強化しようとしていると見るほかない。東亜諸国は、過去100年余り帝国主義的搾取政策のもとに現状維持を強いられてきた。帝国は、これを断じて容認できない。米国が提案する仏領インドシナに関する6カ国政府の共同保障は、この良い例である。紛糾の最大原因の一つである中国に関する9カ国条約をインドシナに拡張するものと見るべきものであり、帝国として容認できない。5、米国が要求する日本の中国からの完全撤退、通称無差別原則の無条件適用といい、いずれも中国の実現を無視し、
東亜の安定勢力である、帝国の地位を覆滅しようとするものである。重慶政府以外の支持を認めず、南京政府を否定する態度は、交渉の基礎を根底から覆すものである。米国に日中正常化、東亜平和の回復を阻害する意図があることを実証するものである。米国の提案は、全体的に見て、帝国として、交渉の基礎として、到底受け入れられることはできない。米国は、A、ゴー、ラン、重慶などと協議し、提案していると認められ、これらの諸国は、米国と同様帝国の立場を無視しようとしていると断絶ざるを得ない。よって、帝国は、米国の態度に鑑み、今後交渉を継続しても、妥協に達することはないと認めるほかない旨を米国に通告するのを遺憾とするものなり。